中田博士は、日本の政治家、衆議院議員、神奈川県横浜市長、総務省顧問、日本総新党代表幹事、大阪府大阪市特別顧問、次世代の党国会対策委員長などを歴任した、シンクタンク、日本の構造研究所代表、一般社団法人空き家バンク推進機構理事、青山学院大学学長アドバイザー、 青山学院大学大学院国際マネージメント研究科評議員神奈川県横浜市生まれ横浜霧が岡高校時代は空手道に打ち込んでいた卒業後二両して入学した青山学院大学経済学部経済学科を1989年に卒業し松下政経塾に入塾2009年4月10日 アメリカ合衆国海軍厚木航空施設司令官、エリック・ガードナーと2013年5月2日、イギリス外務、英連邦大臣、ウィリアム・ヘイグ、衆議院議員、塩崎康久、衆議院議員、前原誠治、日本中殺英国特命全権大使ティモシー、ヒッチンズラと共に、松下政経塾を卒塾した1992年、日本新党の決闘に参加。 日本新党を決闘した細川森弘や元ニュースキャスターの小池由里子の初代秘書を務めた後、1993年の第40回衆議院議員総選挙に旧神奈川一区から日本新党公認で立候補し、同区でトップ当選した。翌1994年、日本新党会党により新新党決闘に参加。1996年、 小選挙区比例代表並立制導入後初めて実施された第41回衆議院議員総選挙では神奈川パックから新進党公認で立候補し再選。新進党回答後は無所属の会を結成。2000年の第42回衆議院議員総選挙では民主党の支援を受けて神奈川パックから立候補。自民党が擁立した枝田賢を破り参戦。 翌2001年、森吉郎の辞任を受けて行われた主犯指名選挙では、会派、民主党、無所属クラブの所属ながら、民主党代表の鳩山幸男ではなく、同じ神奈川県選出で自由民主党総裁の小泉純一郎に投票した。2002年、横浜市長選挙に無所属で立候補。横浜市の破綻寸前であった財政の改革を訴え、 現職の高秀秀信を破り初当選。2006年の市長選挙で再選。開票にあたって、深夜に及ぶ開票作業に従事する職員に支払う、超過勤務手当など、約3200万円の経費削減につながる、翌日開票を実施。2009年7月28日、2期目の任期途中で、辞職を表明。辞職の理由について、 第45回衆議院議員総選挙と同日に横浜市長選挙を行えばオール与党、相乗り選挙とならないこと、レームダックを避けられること、選挙コストの削減につながることなどを挙げた。中田が推進した開国白愛150が結果的に失敗に終わったり多数のスキャンダルを報道される中であったため、投げ出しだ等の批判が相次いだ。 名誉関係にあった神奈川県知事の松沢成文も中田を批判し、横浜市会が求めた、開国博愛150失敗9名の中田の参考人招致に賛意を示した。中田は、地方自治法第145条の規定に基づき、辞職の届け出から20日を経過した2009年8月17日、午前0時をもって、横浜市長を退任した。なお、参考人招致は、 中田の予定を確認せずセットされたため見送られた。横浜市長退任後は母校である、青山学院大学の学長アドバイザー、大学院国際マネジメント研究科評議員のほか、岡山理科大学で客員教授を務める。2009年10月には総務省顧問に就任。また、山田博志ら地方自治体の市長及び市長経験者らが結成した政治団体、 良い国作ろう。日本市民会議の結成に参加し、同団体の政治委員会幹事長に就任した。2010年になり、同年7月に予定される、第22回参議院議員通常選挙に向け、新党結成の動きが報道されるようになり、2010年4月18日に、山田らとともに、日本総新党を結成。中田は代表幹事に就任した。同年7月、 第22回参議院議員通常選挙に日本総新党公認で比例区から立候補。日本総新党から立候補した比例区の全候補者中トップの122,978票を獲得したが落選。2012年1月5日、橋本徹の要請を受け大阪市特別顧問に就任。同年9月、日本総新党の回答により日本維新の会に合流。 同年12月の第46回衆議院議員総選挙には日本維新の会から比例北陸新越ブロック単独で立候補し当選した2013年10月23日日本維新の会の神奈川十八区支部長に就任した同党では国会議員団政調会長代理国会議員団国対委員長代理などを務めた2014年の日本維新の会分党決定に 最しては当初石原グループ、橋本グループどちらにもつかない第3の道を模索したが断念して石原慎太郎らと共に次世代の党の決闘に参加した。6月12日の暫定人事で国体委員長に内定。8月1日の決闘大会で正式に就任した。同年12月の第47回衆議院議員総選挙では神奈川18区から立候補したが、 山際大志郎に3万秒弱の差をつけられて敗れ、重複立候補した比例南関東ブロックでも復活はならなかった。2015年2月に次世代の党を離党。その後は中田博史事務所代表やシンクタンク、日本の構造研究所代表を務めている。2019年5月24日、自由民主党が同年の第25回参議院議員通常選挙の 比例区で中田を擁立することを内定した。結果、112,581票を獲得するも、次々点で落選。中田は市長在任中に、週刊現代から多くのスキャンダル報道を掲載されたことから、2007年11月、特に悪質とみなした3つの記事について、名誉毀損で東京地検に告訴した。二千十年十月二十九日、東京地裁は、 公団社側に550万円の支払いと謝罪広告掲載を命じる判決を下した。さらに、週刊現代の一連の記事について、裏付け取材はほとんど行われておらず、図算かつ、中田の性的とも言える、相手の情報をうのみにして記事にしたことが、問題であったと言及している。続く2011年12月21日の、控訴審判決でも東京高裁は一審。 東京地裁判決を支持し、中田が勝訴した。また、2008年12月24日、中田と不倫関係があったなどと主張する、元クラブ従業員の女性が、結婚が実行されずに、精神的、肉体的苦痛を受けたなどとして、横浜地方裁判所に提訴したが、裁判所も、2010年11月12日、原告の主張は、具体性に乏しい上、 十分な客観的裏付けがないとして、女性の請求を棄却する判決を下した。中田はスキャンダルが報道された背景を、自身の著作物において、市長として実行した改革が、既得権益や利権を奪われた人々の恨みを買い、その報復として、バッシング記事が仕掛けられたということだ。私のイメージダウンを図り、政治生命を絶とうとした、政治家を殺すのに刃物はいらない。 スキャンダルをデッチ上げればいいというやり方であると述べている。また、女性からの提訴については、スラップであると述べている。趣味は空手、読書など、家族に妻と娘二人がいる。すなわちが口癖である。2013年5月2日、日英21世紀委員会第30回合同会議の参加者らと、ありがとうございます。